どうもこんにちは、伊集院鶴です。今回は現在ピックアップになっている深淵の解説を行っていきたいと思います。深淵は炎キャラでありながらも物理技が主体となっていく、なかなか珍しいキャラになっていて、どのぐらい強いのかというのがあまりわからないキャラだと思います。そこで今回はそもそも深淵は育てた方がいいのか、まあ、シールド要員として使うことはできるのか、あとは、ま、2凸とか6凸とかした場合、火力を出すことはできるのか、そして最後に物理サポーターとして優秀なのかどうかっていったところをお話ししていきたいと思います。一応、深淵については好感度10まで使っていて、天辺もそれなりに上げたりとか、ま、螺旋12層で使ったり、結構ですね、使い込んでいるので、まあ、その経験をもとに、本音で解説していきたいと思ってます。先にですね、結論だけ述べてしまいますが、まず育てた方がいいのかについては、性能的には優先度は低めていいかなと思ってます。まあ、特にですね、二凸していない場合の深淵というのは、非常に役割が少なすぎるので、あまりおすすめはしません。続いてシールド要員として使うことはできるのかですけども、残念ながら深淵のシールドの耐久性能というのはですね、すごく低めになってしまっているので、個人的には不向きかなと思ってます。まあ、ノエルとかディオナの方が星4のシールドキャラの中では回復の役割も持てるので便利だと思います。そして2凸6凸したけど火力が出るのかというところですが、まあ、2凸の効果は元素爆発の回心率が 100% アップする。そして6凸の場合は銃撃のスタミナ消費が 30% 下がり、さらに銃撃を撃つときに深淵の防御力の 50% 分の攻撃力を増加するというものになっていて、テキストのパッと見では、強くなりそうに見えますが、実はですね、劇的に強くはなりにくいというか、これについても結構癖があったりとか、思ったより火力が伸びなかったりします。そして最後に、物理サポーターになれるかどうかですね。深淵が4凸した場合は、スキルを打つことによってダメージを与えた敵の物理耐性マイナス 15% という効果があります。一応ですね、深淵はシールドを貼ることによって物理バフ 15% もあるので、それなりに物理キャラの火力を上げることはできるんですけども、それだけだと正直物足りなくてですね、まあ、勝利とかの方がいいじゃんってなってしまうんですね。まあ、なので、狼の末路とか、もしエウルアに持たせたいんであれば、勝利の響く頃のような武器を持たせて、さらにパーティーの火力を上げることができるなら、物理サポーターにはなれるのかなという感じがあります。まあ、このようにですね、非常に扱いが難しいキャラとなっています。ただこの動画では深淵は弱いというつもりは全くありません。最終的にはどうやって使いこなしていくかというところまでお話ししていくんですけども、まあ、まずは深淵の基本性能を話したりとか、シールドの耐久力、あとはまあ2凸6凸してる人向けに元素爆発の火力や銃撃の火力ってどれぐらい出るのかというのを詳しく解説していきたいと思います。まずは深淵の基本性能からお話ししていきます。深淵のレベル90時点の基礎攻撃力ですが248となっていて、実は星4トップになります。時点で244のフィッシルや240の炎飛がいます。一応参考までにですが、勝利やアルベドのようなサポーター寄りの星5キャラの攻撃力は251となっていて、深淵とあまり差がなかったりします。あとはジンが239だったり、レザーが234ですね。まあこの辺りは正直どんぐりの背比べではあります。そして防御力は799となっていて、ノエルや国勢、ショーと一緒ですね。全キャラクターの中で見てもそれなりに高めに位置しています。まあ、他のキャラは7が922で一番高かったり、フータはレベドが806だったり、カズハが807ってところですね。そして HP は11201と、ちょうど全キャラの中でど真ん中の値となっています。まあ、平均的ということですね。そして突破ステータスは攻撃がプラス 24% となっています。まあ、全体的に星4キャラの中では高めの基礎性能になっているんですが、まあ、これはおそらくなんですけど、物理キャラなので火力がなかなか伸びにくいので高めに設定されているのかなという感じがします。固有テンプについては、一つ目はスキルを発動した時にシールドのレベルが1から3まであるんですけども、強制的に2か3にできるというものになります。まあ多少のシールド耐久力がアップするといった感じですね。一応レベル3では定期的に炎ダメージしてるんですが、本当にビビたるものなのでおまけですね。そして固有テンプ二つ目については、シールドが存在するときにキャラの物理ダメージがプラス 15% されるというものですね。これについては後で詳しく話すんですが、シールドが存在する必要があるという条件がですね、結構ネックになってきて、なかなか深淵との相性が良くなかったりします。続いては通常テンプの DPS を他の両手剣キャラと比較していきます。深淵は通常テンプレベル9の時点で通常攻撃 DPS が 187.3 となっていて、まあ他のキャラと比べてわかる通りそこまで高くはないです。ただ連続銃撃の方を使った場合は DPS が 207.9 となるので、まあ、できるなら深淵は銃撃を使った方がいいキャラとなります。
ただですね、両手剣キャラの DPS というのはあまり参考にならなくてですね、まあ、例えば深淵の場合は一突で攻撃速度が上がったり、まあ、レザーについても防御デバフもつけることができたり、デルクも突が進めば攻撃速度も上がりますし、ノエルも銃撃バフがついたりと、DPS に見えない部分の強化があるんですね。まあそれを抜きにした場合、深淵の DPS はそこまで高くないんだな程度の感覚で良いと思います。そしてスキルテンプになりますが、まあこれはシールドを貼る技ですね。仮にテンプレベルが9だった場合のシールドの耐久力についてなんですが、まあ、例えば深淵が90突破の80だった場合、防御力は743になるんで、まあ、もし生物で防御系が一切ついていなかった場合はレベル2のシールドで2743、レベル3でも3223とですね、全然耐久力がありません。シールドの耐久力は防御依存となっているので、防御を上げない限りですね、2、3回ぐらいの攻撃しか基本的に防ぐことができないというものになっています。他のキャラとのシールド耐久力の差は後ほど説明します。続いて元素爆発テンプですが、元素エネルギーは60族ですね。で、倍率なんですが 579% 物理、まあ、そして継続炎倍率が 68% となっています。でこれもですね、他のキャラと比べてかなり低めです。まあ80速のエルアと比べてしまうのは酷だとは思うんですけども、まあ、エルアの場合は発動で 418%、 そして降臨の剣が最低674で 178.8% かけるエネルギー数分足されていくという感じになります。まあさすがに星5の物理キャラには勝てないというのがわかりますね。で他にも例えば超運なんかと比べてみても元素爆発の倍率が低いのがわかります。超運の場合は40速な上、元素爆発の倍率が 726% もあります。まあ、しかも超運の場合は妖怪とかもできるので、基本的に深淵よりもダメージが出ると思います。このあたりの数値の設定はおそらく、深淵が2突した場合、回心率プラス 100% になって、必ず回心攻撃ができるので、低めに設定されているのかなと思います。だとしても、物理の元素爆発になるんで、蒸発とか妖怪で火力を上げることもできないのが非常にネックになります。基本性能の最後に命の生産について触れていきます。まず1突については、回心攻撃が発生した場合、通常と銃撃の速度が 12% 上がります。一応 DPS で計算したんですが、通常攻撃の場合 178.3% が 211.1% と結構高くなるので、意外と 12% は侮れなかったです。次に2突ですが、まあ、先ほども出たように元素爆発の物理ダメージの回心率が 100% 上がるというものになります。まあ、これの具体的なダメージについては後ほど説明していきます。そして3突ですね。3突はスキルのテンプレベルがプラス3されます。まあ、例えばテンプレベル9から12になることによってシールドの耐久力はシールドレベル3の時点で3200から3900に変わるだけなので、まあ、そんなに変わりません。4突も冒頭で触れましたが物理耐性マイナス 15% ですね。でこれはまあ一般的な敵に対してはダメージが 1.14 倍されます。まあ、可もなく不可もなくというぐらいですね。5突については元素爆発のテンプレベルが3上がります。倍率的に言うと、テンプレベル9が579に対して12で 682% になります。まあ、実質 1.18 倍のダメージアップですね。まあ、5万ダメージぐらい与えることができるんだったら、それが6万ぐらいに変わるっていう感じですかね。そして最後に貫突効果ですが、まあ、これも先ほど言いましたね。銃撃に対して防御力の 50% 分が攻撃力に加算されます。まあ、例えば、防御力が743だった場合、攻撃が370も増えると考えると意外と強くなるんじゃないかと思うと思うんですけども、まあ、このあたりの火力についても後ほど詳しく説明していきます。それでは、シールドの耐久力についてもう少し詳しく説明していきます。先ほども少し話しましたが、スキルテンプのレベルが9の場合、特に防御力を積まなかった場合は、シールドの耐久値はだいたい3000ぐらいしかありません。仮にスキルテンプレベルが12になったとしても3500ぐらいになってしまいます。深淵のシールドの耐久値は防御力依存になっているので、仮に砂時計、杯、冠をすべて防御オプションにした場合どうなるかというと、レベル9でだいたい6000程度、そしてレベル12で7000程度のシールド耐久値になります。また深淵のシールドは炎シールドになるので、炎攻撃に対しては 250% 吸収があります。まあ実質耐久値 ×3.5 になりますね。では具体的に6000耐久値ぐらいあった場合、どんな攻撃を防げるのかというのを簡単に検証してみました。レベル88の野武士の攻撃を受けた場合、深淵レベル80、防御力1043では5172ダメージ受けました。防御力1043というのはまあまあ高い方なのですが、それでも5000ダメージ食らってしまうということは、仮に深淵の装備を防御特化にしたとしても、大型の敵の攻撃一発分程度しか受けられないというのがわかります。
しかも深淵を防御特化にする場合は深淵の火力自体はかなり落ちてしまうので、まあ、そもそも推奨しませんし、防御特化にしたところでそこまで強いシールドを貼れるわけではないというのがわかります。他の星4のシールドキャラとの耐久値比較ということで、ノエルとディオナを例に持ってきました。まずノエルからですが、レベル90突破の80の状態で生物を1箇所防御パーセントにした場合はテンペレベル9でも1万3000ぐらいのシールド耐久値があり、もし砂時計、杯、冠、すべて防御パーセントにした場合はテンペ9で1万9000ほどシールド耐久値になります。まあ、なぜこんなに高いのかというと、岩シールドはすべての攻撃に対して 150% の吸収効果があります。まあ、なので実質耐久値 ×2.5 となり、まあ、その結果が 13,000 とか 19,000 になるということになります。深淵と比べても2倍3倍以上の耐久力の差があることがわかります。まあ、それにノエルの場合は防御特化にしても元素爆発によってそれなりにいい火力を出すことができるので、深淵で防御力を積むよりも恩恵もあるのがいいところですね。続いてディオナですが、ディオナのシールド耐久値は HP 依存になっています。まあ、なので1オプション HP の場合と3オプション HP の場合で出してみましたが、ディオナの場合はスキルを1回押しにするか長押しにするかで耐久力がちょっと変わってくるので両方出しています。1回押しの場合はあまり深淵と耐久力は変わらないですが、長押しの場合は HP1 オプションでも5000、3オプションで7000ぐらいの耐久値となります。またディオナの場合は HP を盛れば盛るほど元素爆発による回復量も多くなるので、深淵で防御を積むよりもシナジー効果もあります。ということで深淵のシールド性能の結論はもう言うまでもないんですが、耐久力も低いですし、壊れてしまうと物理ダメプラス 15% も消えてしまいます。またスキルのクールタイムが18秒という長さもあり、一度壊れてしまうとなかなか貼り直しが難しくなってしまいます。一応二突していれば、元素爆発を打つことでシールドを貼り直しできるんですけども、そもそも深淵のシールドというのはノエルや勝利のシールドと違ってあくまで保険程度のものになっていて、しかももし物理ダメプラス 15% が欲しいんであれば展開中も攻撃はできるだけ避けたいので、シールド要因としてはそこまで向いてないと思います。一応補足としてシールド強化についてもお話ししておきます。坂飛び4セットのようなシールド強化プラス 35% というのはその生物を装備しているキャラのみ恩恵を受けることができます。なので仮に深淵で坂飛び4セットを持っていたとしても、主力アタッカーが坂飛びを持っていなければシールド強化をされることはありません。まあ、逆に言ってしまえば、坂飛びを物理アタッカーに持たせている場合、深淵のシールドを貼ることで耐久値は 1.4 倍されます。また洗顔牢庫なんですけども、これはスキルの攻撃を当て続けないとバフがかかりません。深淵の場合レベル3シールドでなければ敵に攻撃することができないので、敵が2体以上いる場合じゃないとそもそも4セット効果を発動することができないですし、仮に2突していたとして元素爆発でレベル3シールドを貼ったとしても壊れてしまった時点で終了となるので、あまり深淵との相性は良いとは思わないです。続いては元素爆発と銃撃の火力について詳しくお話ししていきます。まずは2突している人向けの元素爆発の火力についてお話ししていきます。繰り返しになりますが、二突効果は元素爆発の物理ダメージの回心率を 100% 上げるものになります。ということは回心率を捨てて攻撃力と回心ダメージをひたすら盛ればめちゃくちゃ強いんじゃないかと思うじゃないですか。それがですね、実はなかなかダメージが伸びないんです。その理由を説明する前に、実際に魔偶剣域に対して、考えられる限りのかなり強い装備でフルパワーで元素爆発を打った時の火力を紹介したいと思います。今回使った深淵はレベル90突破の80貫突で、元素爆発のテンペレベルは12、682% となっています。そして武器は勝因のレベル90貫突を使っています。そこに吸気族や洗顔や勝因のバフも盛り込んで、攻撃力3283で回心ダメージが 186%、 そして物理ダメージも 144% まで持って、超電導と深淵4突の物理デバフ 15% をつけた場合の火力ですが、これだけやってなんと9万2000ダメージしか出ません。まあ、人によっては9万2000ダメージはでかいと思うかもしれないんですけども、蒸発や溶解ができるような元素爆発アタッカーであれば、星5の精錬ランク5の武器を持っていればおそらくもっとダメージを出せるはずです。で、まあ、今の装備はなかなかハードルが高いので、無課金・微課金想定の装備で考えてみましょう。例えば深淵2突で元素爆発のテンペレベルが9だった場合、そして武器を精錬ランク1の黒眼を装備したとします。攻撃力は2139、回心ダメージ 215.1%、 そして物理バフが 123.3% で、かつ超電導も発動したとした場合、魔偶剣域に与えるダメージはいくつかになるかというと、わずか 48,360 ダメージとなります。
しかもこれ会心率をほぼ捨てているので通常攻撃の期待値はかなり低くなってしまいます。まあ、必ず固定で 48,360 ダメージ入ると考えれば強いかもしれませんが、元素粒子効率もそこまで良くない中、60族のダメージとしてはどうしても低いと感じてしまいます。ではなぜこんなにバフやデバフを活用していたとしても超伝導では蒸発や溶化にかなわないのかというのを説明します。超伝導の効果は敵の物理耐性をマイナス 40% 避けるものになります。ヒルチャールなどの一般的な敵の場合、物理耐性は 10% を持っていまして、それを 40% 下げると本来はマイナス 25% になるんですが、耐性がマイナスになった場合は効果が半減されるという仕様があるので、実際は物理耐性マイナス 15% となります。もともと物理耐性が 10% あったのでダメージとしてはかける 0.9 だったものがマイナス 15% になったことによりかける 1.15 となりました。つまり 1.15 割る 0.9 で実質ダメージとしては 1.278 倍超伝導によって伸びていることがわかります。一方で蒸発と溶解を見ていきます。これらの効果は純粋にダメージを 1.5 倍もしくは2倍するものになります。すでにこの時点で超伝導の効果を超えてるんですけども、さらにここから元素熟知があればボーナスが増えていきます。例えば元素熟知200の場合は蒸発溶解 34.8% ボーナスがあるので、例えば 1.5 倍の蒸発もしくは溶解だったものに対してさらにかける1.348されて最終的にかける2.022倍になります。しかもここから例えば超伝導のように水力4セットを使うことで元素耐性 40% ダウンもできるのでさらに火力は伸びていきます。まあ、このように現状の元素反応では物理ダメージをたくさん与えようと思ってもデバフやバフに限界があるため、炎や水、氷の元素攻撃に比べて火力が出しにくいという問題があります。しかも深淵の元素爆発の倍率は低く設定されているので、同じぐらいの強さの武器や生物を装備させた他のキャラに比べて火力を出すことができないのは仕方のないことなんですね。次に6突している人向けの話になるんですが、6突効果は先ほども話した通り防御力 50% 分が攻撃力に加算されるというものになります。銃撃の時だけですね。まあ、例えば防御力が900あった場合攻撃プラス450もされると思うと、さすがにこれは強くなるんじゃないかと思われると思うんですけど、答えとしては半分イエスで半分ノーになります。武器によってはかなり火力が上がるものもありますし、まあ、逆にあんまり火力として上がらないというものもあります。じゃあ実際にどれぐらい火力が変わるのかという例を2つ紹介します。まず1つ目は火力が大きく変わる例からいきます。深淵に地流の剣貫突を持たせた場合ですね。例えば攻撃力が1716で防御力がサブオプションで多少パーセントがついて1043、そして会心ダメージの冠などを装備して 186% まであったとします。この場合防御力の半分が攻撃力に加わるので実質2237となります。これでダメージがどれぐらい出るかというと、一撃あたり会心で 11056 ダメージ出ます。もし6突してなかった場合は一撃が8476となるので、だいたい3000ぐらいダメージ変わります。倍率としては 1.3 倍もダメージが変わっていることになります。まあ、この 1.3 倍というのは純粋に攻撃力が上がる前と上がった後の差ですね。2237割る1716が 1.3 になるということです。まあ、つまりどういうことかというと、地竜の剣のような攻撃力をオプションやパッシブで上げることができない武器に対しては防御力半分という固定値が攻撃力に加わることによって元々の攻撃力に比べて結構な割合が加算されることになるので火力が上がりやすくなるということになります。一方で上がりにくい例として狼の末路のような攻撃武器の場合を紹介します。先ほどの深淵に狼の末路貫突を持たせた場合ですね。先ほどの地竜と違って攻撃力がもともと2652ある状態から防御力の半分が加わって3174となります。ダメージとしては 12808 ダメージ出ていますが、もし6突していなかったら 10703 ダメージでした。ダメージ倍率的には 1.19 倍となっています。まあ一発あたり2000ダメージ弱増えてるのは美味しいっちゃ美味しいんですけども、こういう攻撃系の武器の場合は攻撃力がさらに上がったとしても、倍率的には地竜の剣ほど高くなるわけではないので、恩恵はそこまで大きくないということになります。また今回は防御力1043で計算していますが、結構これは高めの数字となっているので、まあ、もし生物で防御力がない場合は800だったり900ぐらいしかならないと思うので、その場合はさらに火力の上昇率は緩やかになっていきます。まあ、なので防御力の 50% 分攻撃力が上がるというのは一見強そうに見えるんですけども、そこまで劇的に変わるものではないというのを理解いただけたかと思います。
ここまでいろいろ話しましたが、結局じゃあ深淵ってどうやって使えばいいのというのを最後にお話ししたいと思います。個人的には深淵の使い方は2パターンしかないと思っています。まず一つ目は4凸している前提で物理アタッカーの深淵を行うというものです。エルアだったりレザーだったり、あとは物理型のフィッシュルなどを主力に置いた場合、物理バフや物理デバフを巻きながら要所要所で元素爆発で確定回心を出していくみたいな感じですね。そしてもう一つのパターンとしては貫突深淵で銃撃ベイブレード型ですね。まあ名前の通り深淵を主力アタッカーとして銃撃でひたすら攻撃をするといったものになります。まあこの場合は勝利のシールドだったり超伝導ができる氷キャラや雷キャラのサポーターと組むといったことが考えられます。まずは一つ目の4凸物理アタッカー支援のパーティー編成例を紹介します。まあ一例として深淵、エウルア、フィッシュル、ベネットですね。エウルアを主力アタッカーと置いて、フィッシュルは超伝導や洗顔4セットで攻撃のバフなどをかけていって、でベネットも攻撃バフだったり、あとは深淵と組むことによって炎2の共鳴をすることができるので攻撃力のバフをさらに盛ることができます。まあそして深淵は物理バフと物理デバフですね。あとは確定回心の元素爆発になります。この方の場合は上げるステータスとしては回心ダメージと攻撃特化してしまって OK で、回心率は捨てて問題ないと思います。まあただですね、これ深淵じゃなくて勝利を持っている場合は、勝利に吸気族4セットを装備してしまえば、火力とシールド支援を両立することができるので、まあ深淵である必要性というのはあんまりないかもしれません。まあ、一応ベネットと組む場合は深淵を使う方がエウルアの火力は上がりやすいんですけども、まあシールドの耐久値がどうしてもあれなので、まあ勝利の方が安定はするかもしれません。一応この方の深淵の装備も紹介しておきます。武器は割と何でも大丈夫です。個人的に一番おすすめは狼の末路ですが、他にも黒眼だったり天空の豪や節操の制限、まあ治療の剣も回心率は腐りがちですがダメージバフが大きいのでありだと思います。そして生物セットは最大火力を出したいのであれば血染めに蒼白2がおすすめです。主力の支援もしたいのであれば吸気族4セットだったり、元素爆発の回転率を求めるのであれば絶縁4セットなんかもおすすめです。ちなみに狼の末路精錬ランク1でのそれぞれの生物セットの火力差というのを参考までに出しておきました。血染めに蒼白2の場合は 63,700 ダメージですね。それに比べて吸気族4セットや絶縁4セットで元素チャージ効率 120% の場合は、まあ、どちらも 58,000 ダメージ弱となります。まあ、吸気族4セットと絶縁4セットの火力はほぼ変わらないので、強いオプションを持っている方だったり、まあ、目的に応じて変えていけばいいのかなと思います。続いては6凸ベイブレード型のパーティー編成例となります。この場合は深淵が主力アタッカーとなります。で防御力 50% が攻撃力に転換されますね。あとは確定の回心元素爆発だったり、物理バフ物理デバフになります。あと個人的に欲しいのは勝利ですね。結局銃撃中はかなり無防備になるんで、深淵のシールド耐久だけではどうしても賄いきれません。まあ、なので勝利のシールドがあるとより銃撃を打ちやすくなるので個人的におすすめです。あとの2人ですが、まあ、例えばロサリアとフィッシュルを入れて超伝導を起こして、ロサリアが貫突している場合は物理デバフもできますし、回心率のバフもできますね。まあ、もしくは超伝導を捨ててしまってベネットを入れて攻撃力を持ってしまうというのもありだと思います。まあ、勝利と深淵がいる場合は一応物理デバフ 35% までは発動することができるので、まあ、必ずしも超伝導がなくても割と火力を出すことはできますし、ベネットの攻撃バフの方が大体強くなりやすいですね。このパターンの時の装備になりますが、武器は割と何でも OK です。選択肢はかなり広いと思います。まあ、火力の詳細は次のページで細かく見ていきます。そして生物セットですが、まあ、バランスを取りたいのであれば血染めに蒼白2が安定ですね。もし銃撃特化したいんであれば血染め4セットも OK ですが、元素爆発の火力が若干下がってしまうのがネックになります。あとは、シールド強化もしたいのであれば逆飛び4セットでもいいんですけれども、深淵のシールド自体はシールド強化したところでどうせすぐ壊れてしまうので、まあ、当てにはあんまりなりません。勝利も使う場合は勝利のシールドがより硬くなります。ちなみに深淵のシールドと勝利のシールドを両方張っていたとしても、ダメージを受けた時に両方のシールド耐久が削れるので、深淵のシールドはおそらくすぐになくなります。サブオプションで目指すものとしては回心率と回心ダメージを両方バランスよく盛るバランス型がいいですね。どうしても二凸効果を活用するために回心率を捨てて回心ダメージを盛りたくなるところなんですが、銃撃を使う場合は回心率もないとなかなか火力を出すことができません。
ここからは武器ごとの具体的な期待値の比較表となります。生物セットは血染めに蒼白2にしています。武器の精錬ランク5、3、1の順番でそれぞれ見ていきたいと思います。まずは精錬ランク5からですね。このダメージ期待値に表記されているのは銃撃1セット、まあ、回転攻撃9回と最後の一撃の合計の期待値となります。まあ、例えば狼の末路のパシブ効果が発動している状態ではダメージ期待値としては1セットで11万4千ダメージ出ることになります。まあ、どの武器も安定して火力が出ていると思います。天空の号については追加ダメージを考慮していないので1セット8万となっていますが、1発につき6725ダメージ ×8 で5万3800ダメージ分の追加ダメージの火力があるので8回分の攻撃においては最も火力が出る武器となります。続いては武器の精錬ランク3の時の火力比較となります。まあ基本的に武器の順位は変わらないですね。意外と戦艦5剣がいい火力を出していて、リーウェイ3人パーティーだったとしても、地竜の剣や狼の末路のパッシブが発動していない時の火力に近いダメージを出すことができます。そして最後に、精錬ランク1の時の期待値比較表となります。この表では、精錬ランクが上がっても火力が特に変わらない、節操の制限と効果施策も追加しています。追加ダメージの期待値については、下に書いてある通りになります。相変わらず、狼の末路のパッシブ発動中が一番火力としては出るんですけれども、まあ、地竜の剣だったり、戦艦古剣だったり、星音武器についても、なかなか火力を出してくれるので、おすすめですね。はい、ということで解説の内容としては以上になります。まあ、すでに冒頭で結論を述べてしまったので、改めて言うことはないんですけども、まあ、端的に言うと、癖は強いキャラではあるんですけども、突次第では十分に戦えるキャラというのが真縁だと思っています。まあ、どうしても物理攻撃というのが現状の使用上、まあ、蒸発とか妖怪に比べてなかなか火力は出ないんですけれども、それでもパーティーの組み合わせ次第では銃撃1セット10万ダメージぐらいを出すポテンシャルはあるキャラとなります。もしこの動画が参考になったようでしたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後におまけにはなるんですけども、深淵のベイブレード型で螺旋12層を星級攻略してみたので、もし実戦が気になる方は続けてみていただければと思います。4突の物理サポート型については以前螺旋12層の動画を出していますので、そちらも気になる方は動画概要欄からぜひ見てみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。許さない。
っと熱くなれ、ロックの時間だぞ。おりゃ、キュウリさん